マヌエル・ホセ・エストラーダ・カブレーラは、グアテマラの政治家、法律家。グアテマラ大統領として22年間にわたり、独裁権力を握り、文民政治家でありながら、配下の軍人を巧みに捜査して軍に、絶大な権力を行使した。自分の母親の誕生日を国祭り日とするなど、気候も多い。1898年に、ホセ・マリア・レーナ・バリオス大統領が暗殺されたのを、 ウケリンジ大統領に就任。当初は道路や鉄道の建設、教育や文化の重視など進歩的政策を打ち出すが次第に独裁色を強めていった。翌年設立したユナイテッドフルーツ社と結託し、数年のうちにバナナ産業を独占し、鉄道、公安、通信網を支配させた。1903年には憲法改正により、 大統領の再選禁止条項を破棄。翌年に元大統領のマヌエル・リサンドロ、バリージャスを破り再選。1904年にはグアテマラシ・プエルとバリオス間の鉄道建設をユナイテッド・フルーツ社に依頼。これと引き換えに99年間にわたる特権を与えた。1908年に選挙で敗北後メキシコに亡命していたバリージャスを現地で暗殺させた。 大統領府のこの絵兵は、バリージャス暗殺を起こり、エストラーダ・カブレーラを拉致して、一斉射撃を加えるが、エストラーダ・カブレーラは、重傷を負いながら、奇跡的に命を取り留めた。報復として、暗殺参加者を、家族、友人を含め粛清して、野党指導者もすべて刑務所に送るなど徹底して、弾圧する。しかし、1920年には首都を襲った地震の エストラーダ・カブレーラに対する非難が高まり自然発生的なデモが首都で発生する。議会は大衆の怒りを背景に精神的な理由で職務を続行できなくなったと宣言してエストラーダ・カブレーラを放逐。裁判所は強人と認定し財産没収の上投獄させた。そのためエストラーダ・カブレーラは大統領を辞任して1923年に告死した。 ありがとうございます。